はい、それですね、村上さんに来ていただきますよ。よろしくお願いします。うん、プロレスとすごく縁があるというか、すごく深いですよね。まあ、東輩って、はい、私に、動かなくて、はい、あれが最初に、ザロケに変わってたから、負けるわけにはいかなくて、高橋、はい、選手、はい、柳さん、はい、やりました。一番印象に残ってるプロレスラーは誰ですか？藤原組長。組長。あ、やはり藤原組長が一番ですね。組長のどの辺が強さを引き継ぐというか、そういうのは顔なんだよ。顔ですか？顔が、顔がもうナンバーワンでしょ。顔が、あの顔は、顔がもう顔からしてダメ、もう強かった。そういうことです。ということです。ありがとうございます。